皆さん、こんにちは。大谷翔平選手の結婚で CM オファーが殺到しているそうです。現在15社の企業と契約しており、2023年のスポンサー収入は約50億円に上ると言われている大谷選手。結婚によってギャラが上がるわけではありませんが、既存のスポンサーに加えて家族のイメージが重要な住宅や保険など新たな分野からのオファーが殺到しているのだとか。また大谷選手の奥様は元バスケットボール選手の田中真美子さんだと言われています。田中さんは中学からバスケを始め、高校、大学、実業団でも活躍し、日本代表候補にまで選出されたスポーツウーマン。身長180センチの高身長に目鼻立ちのはっきりした美人顔、まさに才色兼備ですね。気になるお二人の出会いは2019年12月頃と言われています。大谷選手が利用するトレーニング施設は、田中さんが当時所属していた実業団とも契約していた施設。そこですれ違いざまに挨拶を交わしたのが最初の出会いだったようです。その後2週間ちょっとの間に3回会ったそうで、2回目と3回目に会った時のことは大谷選手もしっかり覚えているそうですよ。また大谷選手は2018年に湾岸エリアのタワーマンションをセカンドハウスとして購入。テラスにはジェットバスがあり、都内を一望できるラグジュアリーな物件で、当時の購入価格は2億5000万円。現在は3億円にまで跳ね上がっているとか。お二人の愛を育むにはうってつけの愛の巣だったのではないでしょうか。大谷選手が2月29日にインスタグラムで結婚を発表して以来、お相手が誰なのかということに注目が集まっています。3月1日に本人が会見を行い、妻について年下です、2個下かな、彼女が多分28歳ですなどと話していました。一部では元女子バスケットボール選手の田中真美子さんの名前が取り沙汰されています。田中真美子さんの知人と言われる人物は、田中さんと大谷選手の出会いは2019年12月頃、翌月の2020年1月に大谷選手が女子バスケのオールスターゲームを観戦していますが、その試合に田中さんも招集されていますと証言しています。大谷選手自身も短いスパンで何回かたまたま会ったので、そこからお付き合いが始まったと話しているそうです。田中真美子さんは昨年から4回ほどロサンゼルスに渡米していたと言われています。1回目は2023年4月、バスケの実業団を引退した直後、大谷選手が6号ツーランホームランを打った試合を観戦していたのではないかと考えられています。2回目は2023年8月中旬、大谷選手が不調に陥り右肘の手術を受けることになった時期、田中さんは1週間弱の滞在だったそうですが、大谷選手の心の支えになったのではないでしょうか。3回目は2023年11月、大谷選手が FA 権を取得し、どこのチームに移籍するのかが注目された時期、静かな環境で交渉を進めたい大谷選手のストレスを和らげるために田中さんが駆けつけたと言われています。4回目は2023年12月から2024年1月にかけて、田中さんは両親と一緒に1週間ほど滞在し、大谷選手と一緒に田中さんの誕生日を祝ったそうです。ちょうどこの時期、大谷選手は極秘に日本に帰国し、在日アメリカ大使館でビザの再発行手続きを行っていました。自身のビザだけでなく、田中さんと愛犬のデコピンのビザも発行していただけたみたいですね。さて、田中真美子さんはハーフなのではと噂されているようですが、実際のところはどうなのでしょうか。まず田中さんのウィキペディアには国籍日本と記載されています。また田中さんは小学生の頃に空手を習っており、学歴についても全て日本の学校を卒業されています。中学校は日野市立日野第一中学校、高校は東京重則大学高等学校、大学は早稲田大学を卒業しています。田中さんがハーフと噂された理由としては、顔立ちがハーフっぽい
身長が180センチと高身長、色白の美人などが挙げられます。確かに目鼻立ちのはっきりした美人顔は一見するとハーフのようにも見えますね。日本人女性の平均身長が 157.5 センチと言われる中、20センチ以上も高い180センチという高身長も珍しいかもしれません。色白というのも屋内スポーツであるバスケットボールを長年やってきたからかもしれませんね。ただ田中さんの兄である新一さんは現役のラグビー選手でアパレルブランドの社長をしていますが、バリバリの日本人顔であることを考えると、単純に田中さんの顔立ちがハーフっぽかったということではないでしょうか。ちなみに田中真美子さんと大谷翔平選手の母加代子さんが似ているという声もあるようです。笑った時の目や雰囲気がなんとなく似ているような気がしますね。大谷選手も母親のような女性を好きになったのかもしれません。さて大谷選手と田中真美子さんですが、今後夫婦でテレビ番組に出演し結婚の挨拶をする可能性もあるのではないでしょうか。アメリカでは人気スポーツ選手が結婚した際、夫婦でトークショーに出演したりするケースが多いようです。大谷選手と田中さんも日本のみならずアメリカのテレビ番組に出演するかもしれませんね。お二人の新婚生活についてエピソードを交えながら話してくれるのを楽しみにしています。毎年7月に行われるオールスターゲームでは、選手が妻を同伴して赤絨毯の上を歩くレッドカーペットショーが開催されます。今まで独身だった大谷選手は通訳の水原一平さんと一緒に参加していましたが、今年は田中真美子さんが一緒に歩く可能性が高いですね。大谷選手は193センチ、田中さんは180センチと、2人並ぶとモデル夫婦のようなビジュアルの良さ、そのツーショットを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。大谷選手にとって辛い時や不調の時、ピンチの時にいつも駆けつけてくれる良き伴侶を得られたことは本当に幸せなことだと思います。大谷選手の活躍とお二人の末長い幸せを心から願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。